んこいいシャンテンなんですけども。さあ、ああだだだ、はい、転売。はい、ダブルリーチ。ダブルリーチ3アントイトイ役ドライチ。普通にめちゃめちゃ強いんですけれども、出上がり倍万つも100万なんですけれども。さあ、さあ、ちなみになんですけど、ウッパーピンがですね、ウッパーピンがですね、全山ですね。あ、そらそら、全山やから。なんで WA こんなにね、強い程度。毎回こんなん来たらいいんですけどね。シャア引きたいですね。シャア引いて、まあ、少数 C あたりね、まあ、行きたいかなーって感じですかね。うん。そうですね。まあ、あとはま、1メンツ欲しいな。1メンツあれば、少数 C とかできるんで、さあ、ポン入りまして。ポン入りまして、うん、シャア、トイメンが1枚持ってるぐらいかなーって感じですね。まあ、ここでシャア、さあ、トンもポンしまして。ゼロか、シャアゼロか。それああ、さあ、そのもんね。さあ、そのもんね。すっと、ああ、さあ、いて。さあ、ちゃんと引いてきて。ちゃんと引いてきて。でもね、シャアカフェ、ここで1枚、すっと、ああ、さあ、いてきて。さあ、それスーピーを打った。もう、両面で取る気がない。ああ、そして、シャアを2枚引いた後にシャアをポンしまして、ああ、転売。いや、もう、じゃあ、いいかなもう、トイメンのポンでね。トイメンがポンしてから、シャア引いて、シャア引いて、ペイ引かされてますからね。これは完全にもう歪んでますよね。国士狙いつつって感じかなーって感じですけど、ちょっと下茶バグってる。下茶がおかしい。圧倒的に下茶か、これ、間違えたか、これ。これ間違えた可能性あるな。あー、でもこっちも第三元、ちょっと第三元 VS 小数字なんだか。いや、そしてちょっと下茶、これ、下茶シャーポンテンパイ、ポンテンですよ。いや、だから、神茶側の下打ったら、もうポンテンなんだが、で、こちらがちょっとどうしようかなって感じですね。うん。いや、あの下はもうそろそろ出るでしょ、だってね。まあでも打たないね。あの下止めている。でも、いやー、下茶絶対もう勝ったな、ガハハ。あ、でもこっちも強い。さあ、第三元バーサス小数詞。いや、めちゃめちゃ強い。さあ、あと、転売、小三元転売。小三元ですね。まあ、チューンが欲しいところではありますが、あーさあ、ポン入りまして。さあ、じゃあ小数詞転売。さあ、でも、何が2枚、さあ、何が2枚飛び、何が自己単なんですよね。まあちょっとどうかなって、さあ、そして、チューンがね、どこにいるのか、あーだだだ、あい、転売あーだだーいや、それは、それは悲しいいや、これ、少数詞、テンパってたのにね。いや、なんで、第三元数ランクを単に振らなあかんねはい、金の輪強い、強い。三面じゃね単野を、単野をで5つで三面じゃね強すぎやろ、これ。普通に強いって感じですかね。まあ、ドラ4か。ドラ4ありますし、普通に強いですね。ああ、さあ、ポンで、さあ、9番ポンで、まあ、チュン、初バックかね。初バックですね。うん。さあ、ペイ抜いて、まあ、さあ、ドラ5か。今、ドラ5。うん、まあ、普通に強い普通に強いなーって感じだな。うん、まあ、それ以外何かあるかなーって言うと、まあ、ないかな、特に、まあ、特にはないですね。うん、ああさあさらにポン、さらにポンで、でもトイメンは普通にね、あれで初なければドラ3ありますから。さあ、ウーソーカン、ウーソーカン、さあ転売。さあ、ドラは切ったけども、リーチドラ1、2、3、4、5、リーチドラ5かな。うん、リーチドラが、ああさあ出まして、リーチドラ、リーチ初ドラがハネマンかな。あー、まあでもまあまあハネマンぐらいしかないから、別に全然出ない。あー、裏8まあ当然こういう時やっぱ裏8乗るんですよねこれはさすがに手なりこれは、いや、これは無理でしょう。いくらなんでもね。まあ、手なりかなって感じですかね。こっからなんか強くなる、まあ、数あんこでもないでしょ。まあ、金の間なんでね、そんなに無理はしないことを考える。いや、リーチのみ。いや、誰がどう見てももうリーチのみなんやけど、これ。うん。だって、もうだってさ、ウッパーピン入って電波リーチでしょ、こんな。うん、まあ、ただ、ちょっと、ああ、さ、相手、テンパイ、さ、リーチは打たない。これで、下茶が飛びそうなんで、仮になんか、うん、ここで、リーチして、下茶にリーチ、ドライチとかしちゃうと、ちょっとね、あんまり美味しくないので、さ、ピン、おー、さ、ピンズズバズバ引いて。さあ、なんかピンズズバズバ引いている。んー、どうだ？さあ、ああ、さ、ローソン、あ、ローソンつもぎった。ローソンつもぎって、はいはいはい。さあ、そして、神茶も強いよ。神茶もなんか強い。神茶なんか数アンコーチックになっている。
で、中連か、あーあー、さ、中、ああ、さ、天杯、さ、中連、中連、中連、天杯ですね。ああ、ちょ、ちょ、カミちゃん、カミちゃん、スーピン、スーピン、貫通ってる。いや、スーピン噛んじゃったら、ああ、いや、噛んできますよ。噛んできますよ。スーアンコテンパイ噛んできますよ。いや、それ、切らなかったら、それ、中連じゃなかったのに。はい、玉の番さあ、6800点持ちで完了番、ちょっと枚数が少ない。ああ、じゃあ、6800点、ちょっとね、ダンラスだったんですけどね。ダンラスだったんですが、まあ、このチーフをつもでどうなったんでしょうかと。さあ、トップ目がね、ね、親だったんで、さあ、これで、ああ、じゃあ、一旦トップ。ダブル役満かなって感じ。初引いてるね。初、ああ、じゃあ、ソロポンでーす。ああ、じゃあ、引けるかなと。ソロポンで、なんか、だいぶ引きそうではありましたけど、引けなかった。さあ、そして、トンパツですね。さあ、銀の間トンパツ、チューン引きまして、いや、初なんだよな。初で引いていただいて、まあ、ポンポンロンかな。ああ、さあ、次行きまして。はい、はい、あとはもうポンポンするだけですね。でも、誰も持ってないですね。白髪、ちょっと引かないと。引かないとっていうか、ああ、そう、テンパイさあ、チートイテンパイ、チーソー待ち。ああ、それじゃ、初、おっと、おや、なんかめちゃめちゃ、ああ、さあ、チューンカン入りまして、スッ、ああ、さあ、いかない。ああ、でもドラ乗りましたよ。ドラ乗りましたね。ツイソーでドラ乗りました。さあ、それ白が消えた。さあ、アイテンパイ。さあ、白消えちゃった。さあ、そして、ナンもちもちですね。ナンもちもちで、白が1枚消えたので、なんか、おいあ別に1枚消えても残り1枚積もればいいよ。別にその1枚があったらね、トリプル役も上がれますからね。ハッシュですね。まあ、どうしようかな。ああ、さあ、九州流さない。九州流さあ、これ0点ですね。みんな0点、大会戦ですね。大会戦ということで、まあ、多分、役満をみんな狙ってるんだとは思うんですけど、まあ、九州、まあ、そうだね。まあ、なかなかね、まあ、九州、まあ、そうですね。役満しか狙わないってなったら、まあ、告知しかないかなって感じですね。まあ、総勢攻めても安いですからね。で、今で、1、7、5、6、7、8、9、10周、さあ、11周、さあ、11周、ちょっとスロー気味ですけどね。さあ、10、まあ、全然スローではないけど。ああ、でもこれで、これでちょっと13名、まあ、ではなくなったかな。さあ、あと、なんとしろか。あ、でも、トイメン強い。トイメンがめっちゃ、ブロックしちゃってるね。ああ、じゃあ、テンパイ、さあ、白町からの、まあ、どうしようかなーって感じ。ペイ抜きまして。さあ、白つ、ペイ抜きまして。さあ、ああ、ちょ、ああ、リンシャン解放国士無双13名待ち。ああ、そうですね。ペイ抜きでね、リンシャン国士できるんですよね。